名古屋からアニメを。2020年放映を目指す名古屋初の本格的アニメのタイトルは四季桜。そのアニメの制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。2020年放送を目指すアニメ四季桜。これまでそのアニメの出演者となるレッスン生たちの様子を見てきましたが、今回は演技の先生は青切みかんという、名古屋の劇団さんで、今年でちょうど20周年を迎える劇団さんにお願いしていて、うちのスタジオ生たちは発声とか、演技の絵の字も知らない子たちもいる中に、徐々に徐々に丁寧に教えてくれて、本当にこう感性だけではなくてちゃんと論理的にいろいろとこう演技っていうのを指導してくれてるんで。演技レッスンを青切みかんの俳優である松井さん、花村さんのお二人が主に担当。どのようなレッスンを行っているのでしょうか。アニメの声優さんというのをどのようにその本人がうまくなっていくかということの指針と哲学のもとが提供できたらいいなっていうことをまず思っています。やめない限りはその人の芸術は進化していくはずなので、僕はどっちかというと画家とか音楽家とかそういう人たちに近いと思っているので、だから当然演じ手の人は哲学をずっと膨らませ続ける必要があって、その種は渡しておきたいなって思って。この日のレッスンはウイロウリの口上がメイン。ウイロウリとは声優だけでなく俳優やアナウンサーなど発声を伴う仕事に携わる人には基本の練習で、セリフを一人で5分以上話し続けます。拙者宮田光雄は歌っちゃいのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を経って20里かけた曹州小川原石町を過ぎなされて、青物町の森へおいでなされれば、蘭花橋とらえた公園ただいま啓発いたして遠斎と名乗ります。拙者は親方と申すが、お立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を経って20里かけた曹州小川原石町を過ぎなされて、青物町の森へおいでなされれば、蘭花橋とらえた公園ただいまは啓発いたして遠斎と名乗ります。なぜこの練習が必要なのでしょうか。セリフを言うっていうことは結局その人の人間性とどのような読み込みをしたかっていうことが全部もう確実に如実に出るので、その時に何も発想がなかった人はただ棒読みのようにそのセリフを言うってことをします。だけどそれは実際にアニメとかでも作品を作る時に、あ、こいつここの台本読めてないんだなってところが露呈するので、まず型を作るために共通言語としてウイロウリっていうのをまずしっかり覚えてもらって、例えばこのレッスン生にはこんな指摘が。質問があって、はい、寄っての前にこうやってやって首をちょっと回すようにして、一瞬セリフをストップしてたと思って、それは偶然それとも止めてやるのか、止めた、どうじゃった、止めたいなと思って止めました、素晴らしい。そういうことなんだよ。さっき言ってた緩急っていうのの中にジェットコースターみたいな感じで止まらずにゆっくりだけど動いていく、そっからだんだんと速くなっていくみたいなのをやるのも一つは感覚なんだけど、実際に見てみると、用いるときは一粒ずつ冠の隙間より取り出す、よってその名を味方よりトーチンコーと賜る。要するにジャパネット高田社長のあの喋りで、スパッて止めて一秒近く黙ってから言うんだ。これが今まで14万とか言ってたテレビがなんと今回99,800円っていうんだと、え、5万円も安くなるんですか。いや、それだけありませんよって。え、その後他にも何かが今ご自宅にあるテレビを下取り出していただけると、なんとさらに1万円っていうのどうだろうっていうのが多分1万6万円分に安くなってる、5万円分どころじゃない、6万円分が今回のみたいっていうことを言いたいってなためにそれ止めて、かつ音程を上げるか、ジャパネットとかでも増すんじゃないかな自分では知らないことを教えてもらって、いつも新しい発見がいっぱいあります。はい、伝えるときに相手にどう伝えるかっていうのを画面を通して以外の時の方法にも教えてくれるので、それをこう
画面上での演技にどう生かすかとかを自分なりに考えて消化してます。この仕事早打ちに取ってもらって演じるときにこうした方がいいんじゃないかっていうのをその時のベストをやるんですけど、多分その後に自分の演技どうでした、僕こう思ってこうってやったんですけど先生ならどうしますっていうことを聞いてもらって、僕がこうだと思うよってことで言ったら、それを素材にしてさらにより良いものを考えてくるっていうような、もうそういう人になってほしいなっていうふうに思ってますけどね。